面白い漢字を語ります。漢字面白い面白いかどうか一緒に見てみましょうね。じゃあまず絵を描きます。皆さん当ててみてください。どういうものね、はい、赤よ。当ててみて。佐藤くん、何？丸？ブー。鈴木くん、何？円。円高。円。ブー。違う。ね。山田さん、何？日？あ、太陽。正解です。正解、太陽ね。日ね。ほら見てごらん。山田さんがかなり予習してきてる。予習したんですね。ここで予習してくださいね。ここまで予習したんね。谢谢。じゃあもう一つ。これは何？これ黄色いよ。当ててみてください。じゃあ山田さんからね。山田さんどうぞ。何？何？月？ブー。バナナでした。ここまで予習してなかった？本当は正解ですね。月です。皆さんね、山田さんのように、予習してくださいね。ほら、月まで予習しました。最高ね。太陽と月、これが今の日と月、ね、という文字、ね、これは象形文字といってですね。形にこの象よりも似とるという意味ね。形に似ている文字ね。じゃあ昔の人間物を見てその形を描いて、その物を表すね。じゃあここに漢字文字出ました。どういう違いね。漢字は漢民族使っている文字ね、漢字。那文字ですね、中国の漢の巨神という学者ね、その文字説文解字の中にこのように定義しています。文字の違いね。
回文。和体音为字，哎，これが文字の定義ね。独体して分となし、合体して字となす。ね、一つの体独立、ね、もう分けられない、分けたらその意味がなくなる、表す意味ね、これが運と言います、ね、合体して字となす、いくつの独体の字を一つを合体してですね、合わせて一つの漢字にする、これが字と言います。もう分けられない、日、月、月、月、ね、じゃあ合体の字を見てみましょう、ね、日プラス月プラス、もね、合わせてこうね、メイと言いますね、月プラス太陽ね、それより、この日より明るいものはもうないですね、最高明るいね、この日は明るさだけじゃないね、人間の性格も表すね、山田さんは明るい、ね、じゃあどちらが暗い、反対ね、ドイツが暗い、暗いのはこいつです、あいつ、こいつ、あいつ、ドイツね、こいつが暗いね、じゃあこの日と日、最初は形を見て、ね、描いた文字、これが象形文字と言います。文字は、文字には、独体のものもあれば、合わせて、一つの文字にするものもある。ね、面白い感じ、面白いかな。はい、じゃあここまで。再见。